極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判では、永久戦犯として28人が裁かれ、東条英機ら7人に極刑となる死刑が告げられました。彼らはなぜ裁かれたのか、そこに真実はあったのか。実は東京裁判に関しては、その正当性などをめぐり現在でも論争が絶えません。それでも刑は粛々と執行されました。彼らは何を思い言ったのでしょうか。そこで永久戦犯たちの真実を前編後編の2回に分けてお届けします。東条に関しては以前の動画で詳しくご紹介していますので、ここでは割愛させていただきますこと、あらかじめご了承ください。前編となる今回は、土肥原賢治、武藤明、松井岩根の3人です。もし興味深いと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録もお願いします。永久戦犯とは、永久戦犯と聞くと、そのネーミングから最も重い罪を犯した極悪人のようなイメージを受けますが、ここで言う永久はランク付けの意味ではありません。第二次世界大戦で勝利したアメリカやイギリスなどの連合国が、極東国際軍事裁判で平和に対する罪を問い裁いた被告の総称になります。 A 平和に対する罪、 B 戦争犯罪、 C 人道に対する罪のうち、 A 平和に対する罪で裁かれたことから永久戦犯と呼ばれています。つまり A 項目に該当する戦犯というニュアンスの方が正しいかもしれません。とはいえ、戦争を扇動した罪として、この永久戦犯に最も重い刑罰が下されたのも事実であります。当時の戦時国際法基準としては、一般市民、非戦闘員へ危害を加えること、軍事目的以外の攻撃、不要な苦痛を与える残虐兵器の使用、捕虜の虐待などが禁止事項として決められていました。ただこれらは日本を含めほとんどの国で守られず、問題となることもなかったようです。しかしポツダム宣言における戦争責任を追及を受け入れたため、日本はこれらの罪にも問われることになりました。このように永久戦犯の意味合いしかり、極東国際軍事裁判にはあまり知られていない謎や不思議が多々存在するのが事実なのです。支那侵略の罪に問われた土肥原賢治。最初にご紹介するのは陸軍大将土肥原賢治です。土肥原は大正12年に陸軍大学校を卒業、それと同時に中華民国に渡り、万歳利八郎機関長補佐官、天津特務機関長を歴任。中国語も堪能で、中国研究の第一人者とも言われています。また、謀略に長けたことから、東洋のローレンスや満州のローレンスなどとも呼ばれ、良い意味でも悪い意味でも、さまざまな憶測が囁かれる人物だったようです。ただ、土肥原を知る人物からの評判は良く、お人よしや誠実な人などと称されています。これは土肥原が関係する中国人の面倒を親身になって見ていたことから来るようです。謀略はテクニックではなく、誠の心。この土肥原の言葉が真実である証とも言えるでしょう。土肥原の人柄を示すエピソードは他にもあります。満州事変後、
無政府状態となった奉天で臨時市長となった際には、現在の100億とも言われる運営経費を個人名義で借り入れし、その後返済で苦労したようです。また、軍紀には非常に厳しく、挑発するな、部落を焼くな、女性を無下に扱うな、と中国人民を大切に扱うように指示しています。こうした誠実さから、支那事変では土肥原を慕って数万人もの中国難民が列を作ったと言われています。土肥原は満州国建国及び華北分離工作において中心的役割を果たしました。満州事変の際に甘春正彦を使ってラストエンペラーこと皇帝溥儀を天津から脱出させたのも土肥原で、溥儀は土肥原のことをとても信頼していたようです。そして大東亜戦争が終結。軍事参事官となった直後、土肥原は永久戦犯として逮捕されました。罪状は支那侵略の罪です。ただ、支那への駐屯はこの当時各国が足並みを揃えたものでもあり、現在のPKO 的な側面があったのも事実です。それでも裁判において、特に中国が強硬なまでに極刑を主張した結果、土肥原に死刑の判決が下されました。享年66。土肥原は次の自世の句を残しています。我がこともすべて終わりぬいざさらば。ここらでさらば、いざさようなら。天かけり、登りゆくらん魂は、君がよ千代に守るならべし。ちなみに、蒋介石は、土肥原の人望の厚さ、人徳の深さを脅威と感じたようで、独自に作成し、連合軍に送ろうとした資料では、戦犯順位で、土肥原の名を一番に挙げていました。ただ、そこには、性格は温厚であったと記されていたようです。裁判では、前述したような土肥原の人柄や、土肥原、新特潤協定の締結、紀藤防共、自治政府の成立、支那事変における土肥原機関の設立などが、功績として認められることはありませんでした。捕虜の虐待の罪に問われた武藤明。二人目にご紹介するのは陸軍中将武藤明です。武藤は陸軍大学を優等な成績で卒業。これにより恩師の軍刀を排除しています。そんな武藤は日中戦争や対米交渉、フィリピン戦などに従事しました。特に東条内閣での対米交渉では苦労したと言います。アメリカの同行した要求に世論が開戦に傾くと、交渉を目論む東条内閣は目の敵にされ、そうした動きを見せる武藤にも暗殺の噂が流れる始末。それでも武藤は最後まで妥結に尽力しましたが、交渉は決裂し、武藤の努力は実りませんでした。開戦後も武藤は戦争の早期終結を主張して首脳陣と対立しています。終戦は派遣されたフィリピンの地で迎え、その際には切腹を試みるも周りからの説得で降伏に至ったと言います。武藤に関しては優秀である反面、あまり好ましくない証言もあります。近衛師団長としてスマトラ島に赴任する際のこと。副官となった稲垣忠弘中尉に対して、小畑信義参謀長が次のような内容の話をしています。武藤中将は、陸軍にとってはかけがえのない人物で、絶対に死なせてはならない。
それを覚悟して仕えてくれ。そしてもう一つ、陸軍切手の秀才かつうるさ型でもある、しっかりやってくれと。自分に絶対の自信を持つ武藤は、部下だけでなく上司に対してもはっきりと主張をしたようで、これがうるさ型と言われるゆえんです。こうしたことから、作品などで武藤は融通の利かない堅物として描かれることも少なくありません。よく知られるものに、広田後期内閣の組閣への干渉があります。この際、横暴な軍部の代表として武藤は描かれますが、実は広田内閣打倒を目指す勢力を牽制するためのものでした。武藤がそういった誤解を弁明することがなかったため、憶測が事実として語られたに過ぎません。武藤を擁護するならば、彼は自分の信念に従う人物ということでしょう。そんな武藤も裁判では死刑判決を下されました。享年57。時世の句、下の世を思い切ったる門手かな、散るもみじ深るるままの行方かな。死刑判決を受けた受刑者では唯一の中将です。罪状は捕虜の虐待の罪で、フィリピンでの捕虜虐待が大きな理由です。しかし現地でのマニラ裁判では訴追されず、弁護人補佐として関わっていることから、この判決の矛盾を指摘する声も聞かれます。事実、武藤は永久戦犯として処刑されるほどの責任ある立場とは考えにくく、死刑判決を受ける人間ではないとする識者も多いといいます。東条英機が判決後に、巻き添えにしてすまない、君が死刑になるとは思わなかった、こう武藤に伝えていることからもそれがわかるでしょう。南京大虐殺の罪及び捕虜一般人に対する国際法違反の罪に問われた松井岩根。3人目にご紹介するのは、陸軍大将松井岩根です。松井は在学中に日露戦争が勃発したことで従軍のため陸軍大学を中退するも、復帰後に自席で卒業し、恩師の軍刀を排除するなど将来を期待された逸材でした。日本軍の存在理由は東洋の平和確保にあり、川上総六の思想に感銘を受け、日中の提携とアジア保全の活動に尽力したのが松井です。辛亥革命を支持するなど、孫文と交流を深めていた松井は、孫文没後には日本留学時代から親交があった蒋介石を支援しました。松井はいずれ中国を統一するであろう蒋介石との日中関係強化を考えたわけです。ただその構想は災難事件でぐらつき、張作霖爆殺事件で瓦解してしまいます。蒋介石が抱いた日本への不信感、それは満州事変、満州国建国でより強固となり、西安事件で完全な抗日へと変わりました。それでも松井は諦めません。大アジア協会を設立し、日中連携による大アジア主義の実現に動きます。現役を退き予備役となったのもこの頃でした。しかし第二次上海事変が勃発すると、事態は一変。予備役だった松井は上海派遣軍司令官として上海に向かいます。上海陥落後に南京攻略に移るのですが、この時松井は略奪などの不法行為を厳罰に処すとの軍紀を含む南京城攻略要領を
兵たちに提示。南京攻略後も軍機の遵守、中国人への配慮などの訓示を参謀長らに与えています。ただ、こうした言動が中国寄りと捉えられたことで、松井は更迭となりました。帰国し、再び予備役となった松井は、日中で尊い犠牲となった人たちを弔うために、静岡の伊豆山に講和観音を建立。自らは、麓に建てた伊織に住み込み、毎日観音経をあげたといいます。また、大アジア教会及び新設された思想国防教会としての精力的な活動も欠かしていません。そんな松井が戦犯として裁かれ、死刑判決を受けたのです。罪状は、南京大虐殺の罪、及び捕虜一般人に対する国際法違反の罪でした。享年71。中国での蛮行を禁じ、中国のために尽力した松井が、理不尽極まりないとは、このことでしょう。講和観音を守る会、会報には、蒋介石の後日談が記されています。南京に大虐殺はない。それは、軍事報告の中で、夏王金将軍も認めている。松井閣下の処刑は、冤罪だ、と。たもとを分かったとはいえ、蒋介石には松井に対する特別な思いがあったのでしょう。松井は収容前、近しい人たちと杯を交わし、次のように語ったといいます。どうせ死刑となるだろうが、できることなら、講和の礎、人柱として生きたいものだ。親愛なる中国人を虐殺したとは何とも浮かばれないものだ。この時の松井の心情とは、どのようなものだったのでしょうか。時世の句、天地も人も恨みず一筋に、無為を念じて安らけく行く。生きにえに作る命は惜しかれど、国に捧げて残りし皆なれば、世の人に残さばやと思うことの葉は、自他平等に誠の心。一つ付け加えますと、松井は永久戦犯と一緒に起訴され死刑となりましたが、実際には B 級戦犯です。東京裁判イコール A 級戦犯のイメージが強く、 A 級戦犯と誤解されることが多いようです。 A 級戦犯たちの最後を教会士として見取ったのが僧侶花山信章です。花山によると、土肥原賢治、武藤明、松井岩根、そして東条英機が一緒に連行されたといいます。その時の様子は、4人は万歳三唱をすると、監視役の将校たちに、ご苦労さん、ありがとうと声をかけ、握手を交わし、微笑みながら刑場へ向かったのだと。戦犯の汚名を着せられ、名を潔く言った3人、その見事な最後には、あっぱれと伝えたい。さて、今回の動画はいかがでしたでしょうか。次回は残りの3人、広田光輝、板垣征四郎、木村平太郎です。ご意見などコメント欄よりお聞かせいただけたら幸いです。また、この動画が役に立ったと思われたら、チャンネル登録をお願いします。